久保です。メッセージありがとうございます。今回の返信メッセージは、内容がとってもですね重要なんで、あえて一般公開にしようかと思います。ですんでね、誰に対する返信かというこの名前は出さないでメッセージをお送りします。まあ、でもね、多分多くの人に関わるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、基本的な私がね、私のスタンスなんですけど、私は結構おせっかいなんですよね。で、なんでおせっかいってことが言えるかっていうと、まずね、ある A さんっていう人がいるでしょ。 A さん、例えばこのメッセージを送りたい、匿名のあなたですよね。私にメッセージを送れて、で そのために私は返信してるわけですからね。そのあなた一人、あなたに対して思うことなんですけども、私はね、その本人以上にその人の人生考えてるんですよ。で、対策も持ってます。で、リスクヘッジができます。本人以上にこれが見えるんですよ。できるんですよ。だから、クエスチョンを送っていただいて返信できないことはないですね。もちろんね、こう僭越ながら私以上の大物については何も言えませんけども、これから何かを始めていこうとする人に対しては、もうね、どんな失敗をするのか、どんな欲があるのか、どんな勘違いをするのかって手に取るように分かるんで、だからね、もう本当にその人が一生懸命やる以上に、私は一生懸命やらずとも進む方向をね、見ていくことができますし、で、対策にしても、それからリスクヘッジにしても、もうね、本人が考える以上のものができます。で、それが前提ですね。で、褒めチューバーですか、どうしようかっていうふうに質問をくれたと思うんですけども、あのね、質問をする時間があったらもうやってくださいってことなんですよ。なんていうのかな、重要な質問ってのあるんですよ。でも、うまくいく人って誰かに聞く以上に先にやるんですよ。先にやって失敗するんですよ。失敗したことに対して質問してくるんですよ。こんなことをやって褒めチューバーってなってみたんだけど、こういう風になっちゃってうまくいきませんでした。これは何か改善点があるんでしょうかとかね。どういう風なアプローチができるでしょうか。久保さんだったらどうしますかっていうのが質問ですよ。やってないうちから質問って何なんだよって話なんですよね。やってないうちから質問とか、もうそんな暇はないでしょうと。そんな余裕がないでしょうってことなんですよ。ね。で、一つの例ですけども、私のね、バースデービデオを作ってくれた時って、質問しましたかってことなんですよ。内側から溢れる思いがあって、もう試行錯誤、とりあえず体が動いたと思うんですよ。人のためにですよ。人のために動くことが自分の喜びっていうもの。このね、相手、そして、自分、そしてやること、行動、これがね、一直線に並ぶとき。これがですね、ストライク、クリティカルヒットを生むんですよ。だ、自分はやる気があるけども、相手の人はどうかな、あんまり迷惑じゃないかなっていうものは、ストライクしないんですよ。で、相手の人を喜ばしても自分が疲れるもの、これもね、ストライクしないんですよ。あくまでも相手、私、そして間にあるプレゼント、サービスとか商品、これがね、一直線並んだ時なんですよ、ストライクするのは。これも何回も何回もね、速稼塾の中でお話してると思います。だから、バースデービデオを作る時に、質問しましたかって質問しないでしょ。やるわけじゃないですか、自分で。で、当事者同士で試行錯誤あったと思いますけども、まずは体が動いたと思うんですよ。そして私にね、全然バレないように最後までやったじゃないですか。自宅まで来てね、タクシーで来て、いろんなものを届けてくれたということですよね。あれですよ、ビジネスってのは。はい。で、3点目です。交渉についてなんですけども、交渉ってのはビジネスで言ったら、もうね、まっすぐセールスなんですよ。セールスが上手かどうか、交渉が上手かどうかっていうのは、これ全く一緒です。で、交渉って言ったらね、分かりにくいかもしれませんけども、えげつない言い方したら、人を、他人を自分の思い通りに操る、動かす、これが交渉ですよ。これ恋愛でも使えます。仕事でももちろん使える。人生にはたとえ使えるんですよ。精神的な支配って言ってもいいですよね。精神的な支配っていうのはどういうことかって言ったら、もうあの人が言うんだったら聞かないといけないなっていうところまで、もう選択肢がないような状態にしていくってことなんですよ。で、選択肢がないような状態にしていくために、まずは外堀を埋めるために、いろんな伏線を張ってですね、ノーと言えないような条件をいっぱい作っておくんですよ。で、最終的に交渉なんですよね。だから交渉っていきなり始まるもんじゃなくて、まずは伏線を引いて種をまいておかないといけないんですよ。で、そして行動、もうね、相手のね、行動の自由がほとんどなくなった状態で初めてこんにちはっていくんですよね。そしてもうその相手の人がこっちに進むしかないことを知っているのに、下手に出ながら交渉するわけなんですよね。そうすると自分の思った通りのことしかその人は行動できないんですよ、どう言っても。で、こういうことなんですよね。だから精神的な支配っていうのはね、分かりますかね。暴力で支配するのも人に言うことを聞かせることでもありますし、何かね、お金を支配の道具に使うこともあります。これをやってくれたらいくら払うよっていうふうなのも、これもお金の支配なんですよ。でもビジネスってそうじゃないんですよ。ギャラのためにやる人っていうのは限界があるんですよ。違うんです。精神的に支配されたら、パーフェクトな結果を出してくるんですよね。で、しかも、やらせたことによって信頼関係高まるんですよ。だからリピートが起きるんですよ。ここが大きな違いですよ。
お金の支配で言うことを聞いてくれた人はリピートしない可能性があります。次は言うことを聞いてくれない可能性がある、もしくはもっとお金を出す人についていってしまう可能性があるのと、他の人が精神的な支配を持ちかけた時にお金なんていいやこっちについてくってからね、もうね手も足も出ない状態で他の人にかっさられてしまうんですよね。でこの辺をねうまく交渉ってものに対して使っていかなければならないですし、今までのね多くのマインドセットを中心とした私の動画ではこの交渉について必要な材料をどんどん送っていたわけなんですよね。だから実力的には交渉する能力はあります。あとはその交渉がこう自分流に、ね、組み立てられてないかなっていうところではあるんですよ。まあ、その以前にね交渉するべきタイミングってものがちょっと今回つかめてなかったかなと思いますよね。まあでもねこれでチャンスがなくなるわけじゃなくて、これからもいくらでも出てくるんで、こういう時はなぜなら世の中のほとんどの人は交渉すらしたことがないんですよ。でこれからもしないと思います。で人生は交渉しないまま終わっていくんですよ。自分で決定して自分で決断して自分で指示する自分で責任を取る、このね4つのリズムね、これ取れないんですよ。自分でってのがダメなんですよ。どうするって聞くんですよ、ね、だからさっき のあれにも続きますよ。人に質問するっていうのはもうね行動を放棄してるんですよ。やってしまって失敗して、それによって失敗の質問はこれはありえますよ、アドバイスとして。でもやってない時に質問っていうのは結局ね行動したにしてもその人のアドバイスでやった、その人のアドバイスでやらなかったっていうふうに自分の決断から責任を回避して誰々のせいにしようとしている、もう原理がねすごく働いてるわけなんですよね。そうではないんですよ。もう自分一人で始めないといけない。もう会社員精神じゃないんで、上司の許可があったからやるとか会社の指示があったからやるっていうのはね、これはね代わりが効く人がやることなんですよ。ワンアンドオンリーで自分しかできないものをやろうとする、そして自分の人生を自分で作っていこうとしたら、自分で決断して自分で行動して自分で責任を取って、そして自分で怪我をするってことですよね。自分の力量で怪我をするってこと、これを繰り返していかないとね。以上でございます。